ちょっと視聴者が喜びそうな角度で撮影しております。大丈夫ですか。そう、あと SOD さんにお願いされて、今回の SOD さんのサイトがサイト内でホテル案内予約まで全部やってくれるサービスのサイトで、ちょっとそれは宣伝 PR 一言 JHTC 概要欄からお願いします。おあとラブオの選び方なんかおすすめあるレイカさんならではのこういうライアボーがいいよね。新宿、まずは綺麗なところ。まずは綺麗なところ、内装もそうだし、結構排水の匂いが結構古いところだ。なるほど。排水溝の匂いが結構きつくて、確かに雰囲気を壊してしまう。でもなんかやっぱりこうスタッフさんに聞いて、なるほど、なんか2号、綺麗でも HGCGCまあ概要欄からですね。そうですね。普段はこういう服ですが、まあ可愛いんですけど。でもいろんな格好します。今日は撮影だから特別にですか。はい、ありがとうございます。ビジネスホテルなんかおしゃれなところ行けるとこありますよね、たまに。ありますね。そうですよね。韓国にはこういうボタン式もなくて、綺麗な方ですよね、ここ。そうですね。綺麗だと思います。着きました。こうやって普通に最初から、ここ開くタイプだ。そしてね、あとこうやって光っててどうぞ。どういうホテルかな。いいですね。一番ワクワクする瞬間今。今すごい。どうですか。おめちゃくちゃすごいんだけど。そしたらですね、さっきの続きでパンツ1枚で自慢のお尻のスタイルをスタイルチェックですよ、モデルさんとして。わかりました。はい、レイカさんのこれパンツ動画なんで、パンツ動画で、パンツを見せてください、はい、教えてもらいたいんですけど、その前にブラザーを見せてください。楽しみです。私じゃないですよ、観光の視聴者が22万人の視聴者が今暑かったんでちょうど良いですよね。そうですね、はい、ちなみに家ではブラザーはつけますか。つけないとナイトブラをつけて。やっぱりじゃあ形気をつけて。そうですね、ですね。何歳から大きくなったんですか。バレエやめてから大きくなりました。じゃあ結構バレエで痩せたんですね。痩せて、はい。大公開、大きい、やっぱり大きいですね。気をつけてゆっくりですよ。めっちゃおしゃれです。なんかキラキラついてます。そうですね。すごい。デリヘリーは本番はダメダメ。これちょっと切ってもらってもいいですか。これです。持ち込んじゃったんですけど、真っ白だからすごいめちゃくちゃ分かりやすい。おお、カメラで撮影再開です。当時カメラと iPhone とちょっと感じ違いましたよね。そうなんですかね。うん、全然見えてないから。時に男が着くじゃないですか、ホテル。うん、その時にやっておいた方がいいものをちょっと教えてもらったんですけど。もし空調が、ホテルによっては、はい、でなんか冷房がついてる、今夏だったら冷房がついてるところと、確かについてないところがあるので、はい、もしついてなかったら、はい、つけてくれたり。リモコンは、多分結構そうですね、ホテルによって枕元にあるのもあれば、はい、テーブルに置いてたりもするので。確かに。ベッドの頭にライトとかがあるので、はい、まあ、一応なんかこう音楽とかもできると思うんですけど、ここは多分空調、はい、ここもライトは今めちゃくちゃ明るいじゃないですか。そうですね。おすすめのライトのセッティングは、多分最初から真っ黒だったら怖いじゃないですか。そうですね。どうするんですか最初。おお、これぐらいついた。これなんだ。でもこんぐらいだったらちょっといいんじゃないですか。真っ黒でもなく真っ黒でもなく薄く、これどうかな。こんぐらいですよね。そうですね、こんな感じだとちょっとね、いいムードじゃないですか。実際にサービスが始まったら明るさはどうするんですか。ああ、でも結構このままでやることも多いです。おすすめは
おすすめ。え、私おすすめよ、このぐらいの。このぐらい。ちょっと真っ黒よりは。真っ黒よりかは。ちょっと見える方が。そうですね。これは。僕はもうちょっと、あ、僕はこれだな。ちょっと暗いね。私にこれだな。これがいい。それはなんかお客さんの、なんだその来てくれた人の好み、はい、うん。お風呂は結構変わってるんですよ。たまにサウナもある、お風呂も。あ、そうですね。多分これは。はい。マットですね。そうですね。これなかなか珍しいですよね。マットプレイ、多分ソープに行ったことある人は分かると思うけど。これな1時間じゃこれ収まらないですよね。これは多分3時間以上。3時間ぐらいあったら。1回ちょっと楽しんで、ちょっと休憩してまたお風呂一緒に入るかも。とかも先に一緒にお風呂入るときに行くとこで、はい、楽しんでから、はい、続きはベッドの上とか。チェックインみんなちょっとビビっちゃうなと思って。でもまあラグオーになった瞬間もどこでも呼べるんで確かに ね、そうですね。おすすめのなんか地域とかありますか？やっぱ新宿、渋谷、ですよね、五反田、はい、やっぱ高いところめっちゃ空いてますよね。高いところも空いてます。2、3万円ぐらいは空いてますから。あとラグオーのチェックインの仕方ですけど、最近だいたいボタン式ですよね。まあ、ボタンで選んでから、はい、お支払いは窓口、先払いもあるし、あと、ああ、後払いもあありますよね。だってから、延長は後でみたいなところ。日本語できないと、ハードルは低いけど、ビジネスホテルより喋ることないので、うん、みたいな。まあ、そうですね。チェックインはそれですごいシンプルですよね。はい。で、部屋に着いたら、基本あれですよね、お店に電話するんだけど、今回はあれですね、サイトの人に部屋に入りましたみたいな感じで言うと、まあ、サイトの方がやってくれると。あとは待つだけですよね。じゃあゆくさんの経験で一番記憶に残るというか、その自分がやってすごい気持ち方というか、そういうありましたか？そういうのもちょっと。でもやっぱなんか恋人みたいな感じで、はい、ちょっとカメラ持っていいですか？なんか一緒にベッドに入って、はい、で最初だけついてみたいな。あ、いいですよね。はい、続いてください。恥ずかしいと思うけど、まあ